皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。リューチェル、見た目の激変ぶりに博多大吉がゼック、イメージが違う視聴者も松崎しげるみたい。以前、バラエティ番組を中心に出演し、ファンシーな見た目で女性人気の高かったタレントリューチェルさん。15日の朝一 NHK 総合に出演すると、 以前とは異なる見た目の違いに、博多大吉さん、花丸さんらも驚愕していました。リューチェル、見た目の激変ぶりに博多大吉らも、絶句、イメージが違う。15日、今主婦層から熱視線を注がれている辞め家事を特集した朝一 NHK 総合に、一時の父でもあるタレントリューチェルさんが登場。以前、テレビ出演していた頃とは異なる容姿に MC である博多大吉さん、 花丸さんから驚かれるシーンがありました。女性誌に火事のコラムを寄稿するなど、家庭的な印象のあるリューチェルさん。しかし、この日、スタジオに登場すると、ちょっとイメージが 3CJP 違うと言いますかと、以前のような金髪、白い肌とは、シーン反対の黒髪、日焼けした肌色に大吉さんが思わず突っ込み。すると、リューチェルさんも、なんか最近、アイザクシンヤさんですよね。 って言われるんですけど、すみません。リューチェルですと、周囲から容姿について言及されることがあると告白。ただ、70年代にブレイクしたアイザキシンヤさんのことは知らなかったようで、世代じゃないです。だから、すごい調べました自分で、誰だろうと思ってとも。以前、テレビ出演していた頃とは全く違う容姿で登場したリューチェルさん。その後、 これに大吉さんはアーティスト感がすごいのよとぽつり。佐方の花丸さんもどこに向かってるんだろう。と言葉を失っている様子を見せていました。見た目がありすぎだろ。視聴者からも驚きの声続々。以前とは正反対の姿で博多大吉さん、花丸さんを驚かせたリューチェルさん。しかし、リューチェルさんの変化には大吉さん、 花丸さんだけではなく視聴者も同様に驚いたよ。リューチェルさんといえば金髪に白い肌にどこかメルヘンチックな雰囲気でブレイクしたタレント。新型コロナが流行し始めた昨年には口ひげを生やしたりもしていましたが、また異なる姿に多くの視聴者も驚いたようです。テレビもちゃー。実際 SNS 上ではリューチェルがトレンド入り。朝一に出てる女の子誰だろうと思ったらまさかのリューチェル。 見た目がありすぎだろ。真っ黒に日焼けしてるし、歯が真っ白だし、一瞬松崎しげるさんに見えた。日焼けしたりゅうちぇるさん、ディズニーのアラジンっぽいし、不思議の海のナディアのナディアにも似てるしアニメキャラみたい。などと、驚いたというコメントが多数書き込まれていました。その後、そもそも洗濯物を畳まないというのもすごく助かって、それこそ靴下の神経衰弱そういうのもあるじゃないですか。 それがいちいちストレスになったりと、やめ家事へ、持論を述べたリューチェルさん。それよりも、サボるところはサボって、余裕を作った方が子供にも余裕を持って接せるし、夫婦円満になれたりだとか、その余裕が家庭に愛を作るから、どんどん家事はシェアしたり、サボったり、OK かなって思いましたと述べると、名言と視聴者から反響はいつに、見た目ではなく、中身も変わったことを見せつけて、いました。 の内容ここまで終わりましたあと他の内容を参照してくださいありがとうございます